ねえねえマリサ。どうした霊夢、加工屋をずっと眺めていたようだが。新しい武器に手を出してみようと思ってね。でも、サンブレイクが発売されてから今まででいろんな武器が調整されたじゃない？せっかくだから、マリサのおすすめを改めて聞いておこうかなって。全部おすすめだぜ。全部？サンブレイクでは全武器が調整されて、遊びやすくなったからな。ただ、発売後のアップデでも調整が入った部分もあるから、今回は改めてサンブレイクで神調整された武器について解説していくぜ。全武器種を紹介するから、霊夢も好きなものを選ぶといい。参考にさせてもらうわね。まずは一撃火力が魅力の体験だ。体験は、今はどんな感じなのかしら？まず、攻撃の威力が全体的に上昇したぜ。新タメギリや強なぎ払いの威力も上がっているんだ。体験の目玉になる攻撃もパワーアップしてるのね。さらに石化成の構えという新鉄柱主義が便利でな。この技を使うと敵の攻撃を受け流せるんだが、ダメモーション中にも使えるんだ。受け流しといっても攻撃は受けてしまうが、ダメージは半分以下になるぜ。成功時は、直後の攻撃が強化されるというおまけ付きだ。タメ切りを決めたい人にはもってこいの技じゃない。それから、すでにあった鉄柱主義のハンティングエッジが、別物レベルで強化されている。かけり虫ゲージ消費量が2から1になり、ゲージ回復速度も7秒と大幅に短縮されているんだ。着地後の派生モーションも増えているしな。本当に別物レベルになっているわね。早替えで技の入れ替えができるから決める必要もないが、石化成の構えとハンティングエッジ、どちら主体で戦うかは人それぞれだな。受け流せる自信がないから、私はハンティングエッジかしら？他にできる技というか、戦法はないの？ダメ切り連携と入れ替えで使える、ルギリ連携を主とした戦い方もできるぜ。体験といえば一撃の火力だが、ルギリ連携は手数が多いから、長く日の目を見ていなかった属性体験が輝ける技になっているんだ。属性体験を使いたい人にはぴったりね。これは使ってみたいかも。それと、抜刀中の動きに自信がない人は、抜刀体験で戦うのもありだぜ。なんか、聞いたことがあるような？かつて体験のメイン戦法だった、抜刀コロリンの進化系だ。抜刀攻撃と強化の応答を繰り返して戦う戦法なんだが、攻撃してすぐに離脱できるから、体験を使ってみたいが、抜刀時の動きが不安で手が出せない、という人にもおすすめだぜ。私には合ってる気がするわ。さらに、抜刀体験でも石化成運用でも有能な表記錬成というスキルが、イベルカーナ装備と同時に復活しているから、その点でも体験には追い風が吹いているぜ。抜刀体験がさらに有利になっているのね。できればタメ切りを使っていきたいし、練習しようかしら。タメ切りは隙ができた時に使う、くらいの意識でいいかもな。でも、体験の戦法ってそんなにたくさんあるのね。いろんな戦い方があるから、腕前と相談して試してみるといいぜ。さて次は、ライズでも超人気武器だった太刀だぜ。ライズといえば太刀って感じよね。サンブレイクになってからはどんな感じなの？鬼神斬りの威力は上昇したぜ。だが、他に関しては軒並み弱体化しているんだ。え？特に大きいのは、前期ゲージの色による補正値の低下だな。さらに飛翔斬りの補正がダウンし、かけり虫ゲージの回復速度も遅くなっている。兜割りも含めた合計ダメージも下がっているぜ。他のメイン火力だった技も全体的に威力が下げられている。随分と弱体化されちゃったのね。やっぱり、ライズで強すぎたからかしら？そう言われているぜ。居合抜刀鬼神斬りと鬼神兜割りを続けるというのが、太刀のテンプレ立ち回りだったんだが、その火力が高すぎるという話は、プレイヤーの間でもされていたからな。太刀といえば飛翔斬りから兜割りって感じだったもんね。そこを弱体化したのは、いろんな戦い方をしてほしいからだろうな。この修正に関しては賛否両論だから、いいとも悪いとも言えないぜ。難しい話ね。でも、新しい技も増えて、太刀の戦い方も豊富になってるんじゃない？その通りだぜ。例えば、入れ替え技の居合から、錬気ゲージを大量に消費しての鬼神解放斬りメインなら、当てるだけで錬気ゲージが上がる桜花鉄柱鬼神斬を使ってもいいし、新鉄柱主義の豪鬼神斬りのカウンター狙いで錬気ゲージを上げてもいい。特に桜花鉄柱鬼神斬は飛翔斬りとの入れ替えだったから、サンブレイクで日の目を見たんだ。戦い方が増えたのはいいことね。サンブレイク発売後のアップデートでさらに変化したりはしてないの？細かい修正以外の変更点は特にないぜ。鬼神解放斬りというロマン法が増え、そこに至る戦術も増えているから、霊夢も本格的に太刀を使ってもいいかもしれないな。そうね、考えてみるわ。さて、お次は片手剣だ。片手剣はライズでも強力だったわね。サンブレイクではさらに強化され、ほぼ全ての攻撃の威力が上昇したぜ。強かったのに、さらに強化されたの？特に大きいのは剣攻撃の強化で、全体的な威力上昇に加えて、ネックだったジャストラッシュの4発目の突き攻撃の当たり判定が改善されたんだ。当たりにくいって有名だったわね。盾による攻撃が強すぎて、片手盾とか言われてたっけ？
その声を受けての、剣攻撃の強化なんだろうな。属性武器の強化も相まって、名実ともに片手剣になったという感じだぜ。すごくいい調整がされたのね。ただ、ライズの頃と戦い方が変わり映えしない点は賛否両論だな。あら、新技が追加されたのに？細かく距離を詰められるシールドバンプは立ち回りにも組み込める性能なんだが、新技の銃撃の陣薬が、効果が薄くて使いどころが難しくてな。変わらず強い滅傷遊撃か、強化された風車が選ばれがちだったんだぜ。銃撃の陣薬は PV だと目玉っぽかったのに、そんな状況になっていたのね。片手剣は発売後のアップデートで修正が入った武器でもあって、銃撃の陣薬に切れ味回復効果が追加されているんだ。それは良かったわね。これで銃撃の陣薬を使う人が増えるんじゃない？そうだな。回復量も20とそこそこだし、銃撃の陣薬は楽しい技に生まれ変わったと思うぜ。本来のひるみやすくする効果が目立つのが一番なんだけどな。バランス調整って難しいのね。さて、お次は双剣だが、他の武器の大幅な変更と比べると、双剣はあまり変化がないんだ。あら、そうなの？鬼人突進連山や乱舞の威力がアップしているが、他の攻撃は強化も弱体化もされてない。ただ、大きな変更点となっているのは、鬼人強化状態時の属性補正値がアップした点だな。鬼人強化中は属性の威力が上がるってことね。属性武器を使いたくなる変更だわ。属性武器が復権したサンブレイクらしい強化だと思うぜ。そして、その鬼人強化状態になりやすいかどうかが、鬼人化の種類で分かれたんだ。分かれたってどういうこと？通常の鬼人化だと鬼人強化ゲージの溜まりやすさが 1.2 倍に、鬼人化獣だと 0.5 倍になり、大きな差が生まれたんだ。なるほど、鬼人強化状態になりたいなら普通の鬼人化、気にしないなら鬼人化獣がいいってことね。そういうことだな。最初に言ったが、鬼人強化状態中の属性補正値が上昇しているから、属性武器を使うなら通常の鬼人化の方が火力が出しやすくなっている。武器によってどっちの鬼人化をメインにするかが変わるのは面白いわね。そういえば、事前情報で出てた回転する技はどうだったの？螺旋山だな。残念ながら、火力が少し足りない状況だったんだ。あら、あんなにかっこいいのに？だが、その威力が発売後のアップデートで上昇しているぜ。せっかくの新技だし、立ち回りの中に積極的に組み込んでいきたいよな。かっこいいもんね。他にも扱いは難しいが立ち回りの幅が豊富になるスライド切り連携、うまく使えば切れ味関連のスキルの削減につながる鉄柱剣士など、戦い方が豊富になる新技も増えて、双剣はもっと楽しい武器になっているぜ。爽快感があるし、双剣も練習したいわ。次に紹介するのはランスだぜ。サンブレイクでは、月や薙払いの威力が上昇しているんだ。攻撃の種類によっては 1.5 倍近い強化になっている。そんなに上がったの？さらに、攻撃をガードすることで攻撃力を強化するアンカーレイジも調整され、上昇量がガードリアクションの大きさから、ガードした攻撃の威力を参照する仕様になった。さらに、その攻撃力上昇時間も2倍になったんだ。それだけでも、すごい強化されてるのがわかるわ。さらに、デュエルバインのかけり虫ゲージの消費量が1に軽減され、クナイが刺さっている間はガード性能が上昇し、クローズジャンプも調整されている。スキルのガード性能とは別扱いだから、守りが強固になったんだ。攻撃の威力だけじゃなく、ガードの性能も上がっているのね。さらに、クロウと武器と思われがちな部分にも修正が入っているぜ。ジェストガードという、通常のガードと入れ替えになる技があって、タイミングよくガードを成功させると、強力な専用攻撃の十字払いに派生するんだが、このジェストガードの成功判定が延長されて使いやすくなっている。火力の向上と相まって、より火力を出しやすくなっているんだ。私みたいな慣れてない人でも、ジェストガードできるのかしら？練習すればできるし、不安なら通常のガードでもいいぜ。むむ、せっかく強化されてるなら、練習してみてもいいかな？次はガンランスだぜ。ガンランスって、ライズだと空を飛べるのが面白そうだったわよね。だが、火力面では不遇と言わざるを得なかったんだ。操作が複雑で覚えるのが大変な割に、火力が伸び悩むって話だったっけ？砲撃は強化する方法が少なかったしな。だが、サンブレイクの体験版で、ガンランスは超話題になったんだ。体験版で？火力とロマンを兼ね備えた新鉄柱主義、フルバレットファイアが登場したからな。敵に向かって急接近し、すべての砲撃をまとめてぶっ放すという、公式も認める、蒸気を逸した技だぜ。この技の火力が、体験版のメルゼナが短時間で討伐できるほどとんでもなかったんだ。それは知らなかったわ。じゃあ、ガンランスは超強化されたってことね。ああ、砲撃の威力がタイプに関係なく大幅に上昇したぜ。さらにフルバレットファイアの追加もあって、ガンランスはロマンと火力を両立したんだ。ロマンに火力もついてくるなら最高じゃない。そういえば、ランスとしての部分はどうなの？月などの物理攻撃に関しては、残念ながら変更はなかったぜ。あら、それは残念がる人もいるんじゃない？
物理攻撃を多めに使うスタイルのガンランス使いは複雑だろうな。ただ、バッコウ法という入れ替え技のバッコウ化が強力で、この技が使いやすい上に、使用後は30秒間、武器攻撃力の 30% のバフがかかる。物理攻撃を強化するバフがなかったガンランスにとっては、これも大きな変化だぜ。他に、発売後の強化はなかったのかしら？発売後のアップデートで、地熱弾の効果時間とかけり虫ゲージ回復速度が上昇し、ヘイルカッターのかけり虫消費量が1になったぜ。だが、ガンランスにとって大きかったのはそこじゃなく、ナルガクルが希少種防具で追加された新スキル、闇討ちだ。どんなスキルだったっけ？一言で言うと、後ろから攻撃することで攻撃の威力が上昇するスキルだ。なんとこのスキルは、ガンランスの砲撃の威力も上げてくれる。だから、後ろからフルバレットファイアすることでさらなる強化力が実現できるんだ。新しい砲撃の強化ができるようになったのね。闇討ちはマルチで輝くことが多いから、霊夢も練習しやすいかもな。ちょっとガンランスを使いたくなってきたわ。さて次は、モンハンの元祖打撃武器、ハンマーだ。この武器も、サンブレイクで大幅な調整を受けているぜ。ハンマーってあんまり使ってる人を見たことなかったわ。ハンマーといえばスタンなんだが、ライズでは棒ガンの鉄鋼榴弾をはじめとして、スタンを取る手段が多く、ハンマーが活躍できる土壌があまりなかったからな。ジャンプして叩きつけるみたいな技が強くなかった？インパクトクレーターだな。この技はライズでのハンマーのメイン火力になっていて、隙あらばインパクトクレーターを叩き込むというのが、ハンマーの立ち回りだったんだ。逆に言うと、他の攻撃の火力が心もとなかったわけだな。あら、そうだったのね。サンブレイクではその辺が改善されたのかしら？サンブレイクでは、インパクトクレーター以外の攻撃の威力とスタン値が軒並み上昇し、インパクトクレーターを狙っていくのが必ずしも最適解ではなくなったんだ。いろんな戦い方ができるようになったってことよね。これは後で詳しく話すんだが、ボウガンの鉄鋼榴弾が弱体化されたことで、スタンという持ち味も強化された印象だな。他の武器の影響も追い風になってるのね。さらに発売後のアップデートでも強化がされていて、ダッシュブレイカーと鉄柱回転攻撃の性能がアップしているぜ。この流れに乗って、霊夢もハンマーを使ってみるといいかもな。モンハンの花の一つって感じだし、挑戦してみようかしら。さて、お次は狩猟笛だな。ハンマーみたいな打撃武器で、戦慄効果も得られるのよね。ああ、ライズになって、大幅に仕様が変わった武器でもある。使いやすくなったことで、ライズの体験版の武器使用率上位に躍り出たのも記憶に新しいな。その狩猟笛も、サンブレイクでさらに強化されたのかしら？他の武器と同じく、全体的な攻撃威力の上昇が入ったぜ。ライズの狩猟笛は真打ちなどによる肉質虫の攻撃が重視されていて、属性と会心率は度外視する傾向があったんだが、それもサンブレイクで変わったんだ。武器の選択肢が広がったってことね。早替えで真打ちと共鳴音樹の切り替えもできて、便利になったしな。やっぱり、狩猟笛も戦い方の幅が広がっているのね。属性武器のための要素も増えているぜ。鉄柱司教だという、攻撃に追撃を発生させる新技があるんだが、この追撃にも属性が乗る上に、1.5 倍という凄まじい補正が入るんだ。追撃も含めると手数も増え、補正値も高いという、まさに属性武器のための追加技だな。それだけ手数が出せて、強化も入ってるんだから、属性武器もガンガン使えそうだわ。炸裂音樹という新技も強力で、地面に設置した眉が演奏の度に大きくなり、最後には破裂するんだが、最大までチャージした後に炸裂するととんでもない威力が出るぜ。演奏で強くなるなんて、狩猟笛らしい面白い技ね。狩猟笛の強化に関しては、他の武器に比べて変化が少ないという不満もあったが、担ぐ武器の選択肢が広がり、ライズの持ち味も純粋に強化されていて、いい感じだと思うぜ。いろんな戦い方をしてほしいっていうのが、よくわかるわね。次に紹介するのは、スラッシュアックスだぜ。変形武器の元祖よね。そうだぜ。スラッシュアックスはライズの時点ですでにバランスの良さで好評だったな。じゃあ、サンブレイクでそんなに変わることもなかったのかしら？そうだな。主に調整されたのは斧状態の攻撃で、切り上げの攻撃範囲拡大や、振り回し攻撃の回数によって威力が上がる仕様が復活し、強化叩きつけの派生に必要な振り回しの回数が減少したぜ。それから、斧強化状態の昼道上昇効果がアイスボーン以来の復活を果たしたんだ。斧状態の使いやすさが上がってる感じなのね。どちらの状態にも持ち味があってこそのスラッシュアックスだからな。技の方はどうなのかしら？圧縮解放フィニッシュの爆発の仕様が変更になったぜ。ライズの時は味方を吹っ飛ばす攻撃だったんだが、サンブレイクでは尻餅になった。味方を吹っ飛ばすことがなくなるなら、使いやすくなるわね。新技はどんなのがあったっけ？大きく注目されたのは、この武器で初のカウンター技となる、属性重点カウンターだな。
ただ、このカウンター技は結構難しくてな。あら、そうなの？構えた後に切り上げをして、その後に属性解放バーストという爆発が起きる技なんだが、カウンターの判定は、属性解放バーストの爆風に対して発生するんだ。ハンターじゃなくて爆風に判定があるなんて、変わってるわね。だから、他のカウンターとは少し違った癖があるぜ。成功すると、超強力な高出力フィニッシュに派生し、高出力状態に移行するんだ。難しい分、効果も強力なのね。属性解放バーストまでは、カウンターが成功しなくても発動するし、それだけでも強力だ。成功するかどうかは度外視で、狩猟に花を添える感覚で使ってもいいかもな。失敗してキャンプに行ってもご愛嬌ってことかしら？でも、成功したらかっこよさそうだし、使ってみたいかも。お次に紹介するのは、チャージアックスだぜ。スラッシュアックスの次に登場した変形武器だな。同じ変形武器だし、ライズからバランスが良かったのかしら？いや、とてもそうとは言えない感じだったぜ。あら、そうなの？まず、チャージアックスの花といえば、超高出力属性解放斬り、通称超高ぶっぱだったんだが、この攻撃の判定がライズはめちゃくちゃシビアで当たりにくかったんだ。超高ぶっぱに至るまでの部分は便利だったんだが、肝心の超高ぶっぱが当たらないという、散々な状況だったんだぜ。大技が当たらないのは悲しいわね。サンブレイクではどうなったのかしら？しっかりと調整されて、当たらないと話題の超高ぶっぱがちゃんと当たるようになったぜ。ライズでは、明らかに当たっているはずなのに判定がないような状態だったが、サンブレイクではそんなこともなくなっているんだ。ちゃんと当たるようになってよかったわね。瓶の威力も上昇していてな。特に強属性瓶が絶大で、約 1.6 倍という大幅な強化がされている。それはすごいわね。他に威力が上がった攻撃はなかったの？威力の上昇は瓶爆発だけだが、大事な部分だからこれだけでも十分だぜ。他にも、操作やモーションの不便な点が軒並み調整されたから、チャージアックス使いからのサンブレイクの使用は好評なんだ。チャージアックスが救われたならよかったわ。次は総中棍の紹介だ。なんかすごい複雑な印象がある武器だけど、何がどう変わったのかしら？ライズではゲームのコンセプトにマッチしていたおかげもあって、総中棍は空中戦に特化した数少ない武器としての地位を確立していたな。サンブレイクでは、さらに進化したの？まず、全体的な攻撃力が上昇しているな。特に地上での攻撃の威力が上昇して、立ち回りの選択肢が増えたんだ。新鉄柱主義の登場と鉄柱主張薬の強化、新しい幼虫の追加などによって、ライズの頃と比べると、立ち回りの選択肢がめちゃくちゃ広がったんだぜ。なんか、爆発させるような技が話題になってたわね。それは粉塵集約だな。粉塵型幼虫が残した粉塵を集約して爆発させる技で、体験版ではとんでもないダメージを叩き出して話題になっていたぜ。その技が他の攻撃を圧倒しちゃったりはしなかったの？確かに粉塵集約は火力が出せるが、高火力を出すには色々条件があってな。お手軽に火力を出せるとは言えないんだ。なるほど、威力は高いけど、そういう制限がちゃんとあるのね。利便性で言えば4連輪斬のモーション速度アップや地上での攻撃強化、総中斬りの追加の方が、総中棍使いにとっては嬉しいと思うぜ。なるほど、ダメージ表記が全てではないのね。ライズでは効率を追い求めると装備も立ち回りも制限されていたんだが、サンブレイクではいろんな選択肢、戦法を選びつつ火力も出せるようになっているからな。空中を飛び回って一味違う狩りをしたいなら、霊夢も使ってみるといいぜ。勉強してみるわ。ちなみに、発売後のアップデートで、各中撃の強化エキスを吸い取った際の威力が情報修正されているぜ。エキス全消費がネックになって、使用率が良くなかったのかもしれないな。勉強すればその言葉の意味もわかるようになるのかしら。さて、お次はライトボウガンの話だぜ。鉄鋼弾と斬裂弾が強力だったって話は、過去動画で話してたわよね。鉄鋼斬裂は強烈だったな。さすがに強すぎたのか、サンブレイクではまずそこが弱体化されたぜ。あら、サンブレイクの武器にしては珍しく、弱体化されたのね。威力が下がったの？斬裂弾は威力が下がり、鉄鋼榴弾も威力とスタンチが下がったが、反動の増加で連射できなくなったのが、最も大きい点だ。なるほど、鉄鋼斬裂はなくなったのね。いや、特定の装備とチューンアップの組み合わせで、無反動で撃つことは可能だ。弱体化されているとはいえ、距離と弾肉質を無視できるから強くはあるぜ。サンブレイクでも、モンスターの弾肉質の低さは相変わらずだからな。強くはあるけど、実現するのが難しくなったと。弾肉質って弾が当たった時のダメージに関係するのよね。それが相変わらず低いってことは、他の弾はどうなってるの？ほとんどの弾の威力が上昇して、しっかりダメージが入るようになったぜ。火力スキルも充実して、物理弾が全体的に強くなったんだ。これにより、ライズまでとは違って装備の選択肢も格段に増えたんだぜ。装備がたくさん選べるのはいいわね。
モンスターによって適切な武器、弾薬を用意して、弱点部位を適正距離から撃つという、ライトボウガン本来の戦い方が帰ってきたと言えるな。ライトボウガン自体が弱くなることはなかったのね。よかったわ。むしろ、鉄鋼残裂を抜きにしても強いという声が多いぜ。ラスボス防具のスキル、福間共鳴で属性弾がめちゃくちゃ強化できるから、弱点属性を把握してスキルを揃えると、とんでもない火力が出るんだ。手軽に高火力な武器から、しっかり準備して高火力の武器になったのね。クエスト前に考えること、準備することは多いが、その成果がダメージという形で返ってくるから、今作のライトボウガンも楽しいぜ。鉄鋼残裂の弱体化で敬遠してたけど、使ってみようかしら。さて、次はヘビーボウガンの話だぜ。ライトボウガンと共通してる部分も多いんじゃない？鉄鋼榴弾と残裂弾の反動増加、他の弾が軒並み強くなったのは同じだな。だが、ヘビーボウガン独自の調整も行われているんだ。どんな調整があったの？ヘビーボウガンの持ち味の一つ、溜め打ちの強化だ。遊撃弾を除くすべての弾の威力と属性補正が大きく上昇し、狙撃榴弾の威力も上がったぜ。他には、カウンターチャージャーのかけり虫ゲージ回復速度アップ、自在鉄柱死滑走のモーションの最初にハイパーアーマーの効果が追加されたんだ。弾の威力が上がって、ヘビーボウガンならではの部分も強化されてるのね。ただ、それ以上に話題になったのは、入れ替え技のクラウチングショットだ。何それ？腰を低くして、装填している弾を装填数以上に連射することができる技だ。過去作に登場したしゃがみ撃ちの再来と言われ、多くのプレイヤーが歓喜したんだぜ。それで、クラウチングショットは強かったの？独特すぎて、何とも言えないな。独特？その場にしゃがんでから連射を始めるんだが、連射速度は徐々に上がっていく仕様なんだ。熱量ゲージとオーバーヒートの概念もあって、中途半端にしゃがむと思ったように打てない。中断しても熱量ゲージはリセットされないしな。じゃあ、一度しゃがんだらオーバーヒートまで打ち切った方がいいのね。そういうことだ。打ち切れるタイミングを見極めるには、知識と技術が必要なんだぜ。私には難しそうだけど、使いこなせたら強そうね。当初はフルに活用しても微妙という評価だったな。デメリットや扱いにくさと、得られる火力が見合ってないと言われていたんだぜ。あら、そうだったの？当初ってことは、もしかして修正されたのかしら？発売後のアップデートでクラウチングショットは強化されたぜ。オーバーヒートの時間が短縮され、熱量ゲージの回復が早くなったんだ。さらに弾によっては連射の速度も上がり、一度に撃てる上限が増加した。最速の連射速度までに必要な発射数も減少し、火力が出やすくもなっているな。改善されてるのね。さっきも言ったように、ボウガンは敵に合った弾を選ぶことが重要なんだが、適切な弾を選び、クラウチングショットで適切な部位に当てた時の火力は凄まじいぜ。アップデートでの強化もあって、トリガーハッピーになる人も多いようだ。むむ、買える相手に試し撃ちしてみようかしら。次は、ガンナーと剣士の中間と言われる、弓だぜ。他の武器も強くなったし、弓も強化されたんじゃない？実は、弓は弱体化された部分のある数少ない武器の一つでな。タメ3、4の威力が下がったんだ。弱体化しちゃったの？その代わりに、属性補正はどのタメ段階でも上昇しているんだ。他の武器種もそうだったけど、弓も属性武器が使いやすくなるように調整されてるのね。でも、タメ3と4の威力が下がってるのは痛手だったんじゃない？実は、そうでもなかったんだ。属性が強くなったからかしら？それもあるが、弓に関しては他の要素が良くなったからな。まず大きかったのは、羽飾りの呪いからの解放だ。羽飾りの呪い？なんか物騒な言葉だけど、どういうこと？弓使いにとって必須レベルのスキルの一つが弓ため段階解放なんだが、そのスキルがついた防具は号泣の羽飾りという頭防具だけで、戸籍も装飾品もなくてな。ライズでの弓使いは、頭装備が固定された状態を余儀なくされたんだぜ。なるほど、呪いってそういうことだったのね。でも、サンブレイクでそれが変わったと。サンブレイクでタメ3、4が弱体化し、属性補正が全体的に上昇したんだ。さらに高い属性値を誇る武器も登場し、物理ありきの環境じゃなくなると同時に、物理攻撃力に影響するタメ段階の解放も必須じゃなくなったんだぜ。弓タメ段階解放の装飾品もできて、気軽にスキルをつけられるようにもなったしな。属性が強くなって、弓にも影響したのね。弓の場合は、新技の矢強化と弾道強化、新スキルの森林磨きと雪撃瓶など、サンブレイクの新要素と既存の要素が見事に噛み合っていて、タメ3、4の弱体化が霞むほどに使いやすく、強くなっているぜ。弾切れがないのも安心だし、使ってみようかしら。ということで、アップデート内容を含めたサンブレイクの全武器種まとめは以上だ。新しい武器を選ぶ参考になったなら嬉しいが、どうだった？参考にはなったんだけど、どの武器も楽しそうで、話を聞く前より悩んじゃうわ。サンブレイクの武器調整は神がかっているからな。
最初に言った通り、全部の武器がおすすめというのが正直なところだ。とりあえず、修練場でいろいろ試してみるのがいいかもな。そうね、全部の武器を一通り試してみるわ。この動画を見て、他の武器に興味が出てきた人は高評価を。サンブレイクに関する過去動画もあるから、チャンネル登録してみていってね。武器に対する思い入れ、おすすめしたい点などあったらコメントで教えてくれよな。ご視聴、ありがとうございました。自然界に善悪はないが、つい善悪で見たくなってしまうのが人の差がというものだ。モンハン世界の生物たちは日夜競争を繰り返しているが、中にはエグいとしか言いようのない悪霊を繰り返しているモンスターもいるんだぜ。卵や食べ物を盗むなんて可愛いもんで、果てには世界滅亡を起こすモンスターもいたりな。ということで、微笑ましい悪霊から世界の月まで、モンスターの悪霊を紹介だ。次回、胸くそ注意、歴代モンハンの極悪な行いをしているモンスター。ゆっくり見ていってね。